それでね。何それ。今回の Oh, a flashback. まだ終わってない。でも無事に犯人を見つけられたじゃない。あくまで可能性の話だけど、盗むところを目撃されたから焦ってちいちゃんに罪をなすりつけようとした。ここまではわかるよ。So we've got one who wants to ditch the whole situation and the other one wants to dig deeper. ちいちゃんがずっとついてきてるのに。それは確かに変だけど、だとしたらどうだって言うの。もしかしたらそうしないといけない理由があったんじゃないかなって。誰かに見つかってもバラされる危険があっても盗みを続けなきゃいけなかった理由。ユズはもう少し調べてみるけど、ひなちゃんも注意しておいて。ちょっと嫌な予感がする。分かった。ひなこちゃん聞いてる？え？あ、ごめん。昨日の疲れがまだ残ってんじゃないの？頼むよ魔法少女、しっかり世界を救わなきゃ。呼び方、本当に大丈夫？ごめん、ちょっと考え事してただけだから。Oh. 昨日のあれ。おお、なかなかかっこいいね。Ooh. 新しい武器？スマホカバー。Ah. Still pretty cool. ありがとう。大切に使うよ。Mysterious green-haired girl. Are, これってピアノの音？ Yes, yes it is. こんなに綺麗な音色、初めて聞いた気がする。I've heard better.Something tells me she's freaking out. びっくりした。これじゃダメ。全く思い通りの音が出せない。どうしよう。このままだと発表会で大恥をかいちゃう。なんで、どうして、私の何がいけないの？何？知らない人がじっとこっちを見てる。すごく怖いんだけど。でもそういうことを表だって言うと揉めそうだし、ここは平静を装ってどなた様と聞くべきかしら。Does she think she's thinking that rather than talking aloud? Yeah, that. どなた様？ご利用しした。いいけど。私は白井ひな子、普通科の一年。あなたは？私は、たやふみお、特待科の一年よ。よろしくね。同じ一年生だったんだ。こちらこそよろしく。特待ってもしかして、ピアノの？演奏聞いてたんだ。ひょっとして声も聞こえちゃってた？ No? 素人の私でも綺麗な音色だと思ったから別に自信持っていいんじゃない？このくらい当然だよ。少し練習すれば誰でも弾ける曲だし、逆に今のままじゃ発表会
失敗するかも。そうなんだ。その道のプロじゃないとわからない世界ってやつかな。必要なものはもうわかっているの。へえ、そうなの？緊張感、ひりつくような熱気と切迫感、そして高揚。どういうこと？あえて言うなら、デスマね。デスマ？私のお父さん、IT 企業の SE やっていて、納期寸前の修羅場話をいつもしてくれるの。その象徴的キーワードがデスマよ。よくわからないけど。They're being a bit self-referential now, I think. 例えば、例えば、口に出すのも恐ろしいわ。やっぱり私もデスマを経験しないと、いいピアノが弾けないのかしら。いや、それはなんか違う気がするけど。とにかく、デスマが気になるなら自分で調べてみるといいわ。新しい世界が開けること間違いなしだから。Oh, that was a quick one. I missed that. The keys match on, but I didn't see the other bit. I have stuff to do. 何かするかな。Do I have stuff here? No. Oh, I guess I don't have stuff to do. Time to go. そうだ。フミオが言っていたデスマのこと調べてみようかな。デスマ、デスマ、あった。デスマーチ、死の行進。な、何これ。非人間的で過酷な労働環境、 IT 業界ではよくあることなんだ。よく会っちゃダメだと思うけど。あ、デスマーチの体験記、これを見ればもう少し具体的にわかるかな。スケジュール遅延を解消するためにメンバーを増やした結果、情報共有が難しくなり、また進捗が悪化する。なんで？納期1週間前に大幅な仕様変更。そんなことあるんだ。え、納期は伸びないの？納期直前に重大な不具合が発生、突然技術者が会社に来なくなり連絡も取れなくなる。始発出社、終電帰りは当たり前で、会社で寝泊まりすることもある。デスマーチ中の労働時間は月400時間。Wow, that's a lot. Wait, how long is a month in hours? Let's say an average of 30 days. So that's 24 times 30. Which, according to the calculator, says 720. So basically half of all your time, and the other half being.Close to sleeping. Oh, that's loads. That is a crazy amount. Ako, 聞きたいことがあるんだけど。どうしたの？特待課のタヤフミオって子知ってる？もちろん。天才ピアニストって有名だからね。星の宮でピアノやっている子なら知らない人はいないよ。
ちなみに、ひなちゃん気になる子がいるの？ライムたちにも教えてよ。別に昨日の音楽室の前でちょっと話しただけだよ。ちなみに、白井ちゃんはどこまで知ってるの？たやちゃんのこと。ピアノで特待科にいるってことと、あとは綺麗な音色を出せるってことくらい。そういえば、お父さんが SEやってるって聞いたかな。そうそう、ITどうしたいって、だから私は別に。あ、そうだ、言い忘れていたけど、たやちゃん最近すごく苦労していることがあるみたいだよ。発表会のこと？あ、知ってたんだ。そう、今度たやちゃん結構大きめの演奏会に出るっぽいんだよ。でもちょっとスランプ気味でうまくできるかナイーブになってるみたい。わかった。 情報ありがとう。どういたしまして。代わりと言ってはなんだけど、そこの二人の私生活を密着レポさせて。Always an angle。ダメ。消すよ。白井ちゃん。まあ、この開始は改めてするってことで。 ねえねえ、その子のこと様子を見に行かない？スランプって言ってたけど、誰かと話すだけでも気が紛れるんじゃないかな。ライムはどっちでも。私はやめておいた方がいいと思うけど。え、どうして？だってうまくいかない時はそうやって気を使われる方が鬱陶しいかもしれないし。でも 放っておくのもかわいそうだよ。どんどん思い詰めて気持ちが悪い方に行っちゃうかも。That does make it a bit complex. ライムたちにとってはプラスになりそうだけど。ライム、またそんなこと言って。とにかく会いに行くとしても慎重に、よく考えて話しかけた方がいいと思う。私たちの言葉が So don't scream that she's going to die over and over again. Good advice. I guess. 何かアドバイスできそうなことは、やっぱりフミオ自身が言っていたように緊張感や切迫感を与えてみるとか。 デスマーチ。あれはやめておこう。ああ、どうしようかな。いきなり押しかけて迷惑と思われるかな。でも別にいいよね。細かいことを気にしてられる状況じゃないし、白井さんの都合とか後回しで。あ、白井さん、こんにちは。 だから全部口に出てるって。で、どうしたの？ピアノをうまく弾けるようになったの？え？どうしてわかったの？え？本当にそうだったの？うん、思い通りの音が出せたの。普段と違うピアノを使ったら、すっごく滑らかに指が動いて。普段
と違うピアノ？そう、つまり原因は私じゃなくてピアノだったのよ。音楽室のピアノを変えてもらえるよう先生にお願いしないと。本当にお騒がせだよね。だけど自分の使う道具を確かめなかったのは私の落ち度。これからは要注意だね。私は悪くない。何も悪くなかったんだから。ふみお、大丈夫？ This seems a little too straightforward. テンションがおかしいけど。ん？私はいつも通りだよ。おばあ様が期待する通りの。There it is. Whatever it is, there it is. そう、全部ピアノが悪かったの。おばあ様がピアノ、あれ、私、おぼ、ピア、変わったの。Did she murder her grandmother? ふみお、With a piano? Maybe. Let's put that on the maybe pile. うまく弾けるようになって、それで解決したんじゃないの？考えるのは後だよ。ひなちゃん。わかった。It's been a while since I've done a costume change thing. It's good that isn't every time, that'd be too much. And only once would be odd. ここは確かサラサの時は恐怖の感情だったよね。まさか。ひなちゃん、何か思い当たることあるの？間違いない。これはデスマの影響。Like how she hears the term once and then she's constantly using it. 多分それ違うと思う。I totally do that. フラグメントに来れば分かると思うよ。そうだね。うん。魔物が集まっている場所を探そう。うん、じゃあ行こっか。ふっ、戦闘開始。バトルタイム。頑張っていこう。I'm just gonna hit them. Oh, no.Let's see. Impact. Heart. That's neutral, so that's alright. And shield third one, slash. Alright, might as well stick with heart then. And she obliterated them in one hit. Okay, maybe I don't have to do as much of the side stuff as I've been doing.That might be. You know, I should actually check what I'm meant to do in this quest. Can't. Oh well. For all I know, I'm meant to collect those or kill a particular enemy over and over again. Or go a certain distance.
I don't know. As long as I don't start looping around in a circle, I should be fine. Oh, they do not like Pierce. This is that bit of lightning. Okay, I might be going around in circles now. Which means it might be a collect X amount of these things. Or kill X amount of those things, or... It just says find the fragment, so... Something that actually survived two hits? Gasp! Three hits. It survived three hits. Good. There we go. Nope. Yep. There we go. I just got stuck. That was weird. Yeah, it was just collect a bunch of things. Here we go. See, look, even the characters in it think the same. Yuzu, Daima, iku yo! Kono kurai, sugu owaru ne. ここだ!
Again. Gasp, she was lying. Who would have thought of such a thing? すごくいっぱい練習したっけ。自信はあったけど、それでもどうしても不安で、そんな時に周りのみんなは頑張って期待してるねって言ってきて、悪気はないって分かってるけど、その励ましがすごく重くて。 君の気持ち、分かったよ。おお、さすがひなちゃん。お疲れ様。よし、戻ってふーちゃんと話そう。うん。白井さん、みんなどうしたの？ 人の顔を集団でガン見して超感じ悪いんだけど、でもここは心を広く持っていかないとだよね。だから口に出てるって。ってそんな突っ込みはさておき、ふみお、現実を突きつけるようで悪いんだけど、多分すぐにわかることだから聞くよ。ん？ふみおが言う 理想の音色が出るピアノってどこにあったの？ん？保健室？That doesn't... What? あれ？美術室？職員室？え、あれれ？本当は、文雄だって分かってるんじゃない？そんなピアノ、なかったって。そんなはずない！ 私はちゃんと覚えてる。音色も指の感触も。でも、もういい。そんなに言うなら探してくるから。Am I gonna have to fix her twice? This feels like a have to fix twice situation. これでよかったの？うん。多分
あの子の見たピアノってフラグメントの産物だよね。プレッシャーと完璧主義のぶつかり合いで生まれた理想の建造。そこまでの力を持つフラグメントってのも珍しいけど、少し異常なくらい理想の音のイメージにとらわれてたってことかな。うん。だからまずは現実を直視してもらわないと。 So she had a dream about playing even better than she's physically capable of, and's confused that she can't like recreate that feeling. Because she thinks it's real? きっとうまくいくから。 That's just weird.どうだったって様子を見ればわかるけど、なかった。本当に夢だったの？もうダメ。私、発表会には。違うよ、白井さん。私もずっとバレエをしていたから、文雄の気持ちはわかる。ううん、もちろんピアノの音色の違いなんてわからないし、そもそも私は文雄の演奏をいいと思ってたけど、今の文雄は表現者としての心構えを見失っている。 That's not as reassuring a sentence as you might think. 表現者としての心構え。確かに自分の理想を追求していって、それをお客さんに披露するやり方もあるよ。でも今の文雄は理想に振り回されてるだけ。伝えることができてないよ。大事なのはあくまでお客さんがどう感じるかなんだから、演技する側が満足してるかなんてどうでもいい。 That's reasonable. あなたの演奏が何を表現していて、お客さんがその演奏から何を受け取るか、それが重要なの。わかる？表現者は自分を殺さなきゃいけない。自分を殺す？あなたが感じるんじゃなく、聞いてる人に感じさせていかないと。でもそんな冷たい演奏じゃ聞いている人の心は動かせなくて。私は文雄の奏でる音。I suppose it doesn't quite apply if you're the one writing the music. Because it's your creation being performed, as opposed to you performing someone else's creation. 弾くのに夢中で。そう。何も考えてなかった。でも私の心は動かせたよ。あ、そっか。白井さん。うん、何かちょっとだけ糸口が見えた気がする。文雄は実力があるんだから、あとは心の持ちようだよ。じゃあひなちゃん、これ。うん、文雄、これつけておいて。指輪？お守りみたいなものだよ。 With no ulterior motive whatsoever.Totally not gonna get your help fighting giant monsters. ここで断ると角が立ちそうだから受け取っておくか。あえては言わないけど、ちょっとグーでパンチしてもいいかな、この子。うん、ぴったり。できる限り大事にするね。まあ、そう言ってもらえるとありがたいかな。じゃあ必要なことは大体分かったし、おいとまするね。早く音楽室で練習しなきゃ。じゃあねー。ひなちゃん、あの子の気持ち本当に理解できたの？裏表はないと思う。I highly doubt she's a really good liar. Today I'm tired. I'm going to sleep.
白井さんはいた。ふみお、どうしたの？昨日のお礼を改めて言おうと思って。 She looks different, I think. 白井さんのおかげで一歩前に進めたわ。へえ。I don't know how though. わざわざお礼を言いに来てくれたんだ。律儀なところあるんだね。おばあさまに言われたから、いいお友達を持ったわねって。あと今回は無理して倒れちゃったから反省するようにとも。え、倒れたの？一昨日の放課後、デスマーチの感覚が欲しいと思って徹夜でピアノを弾いてたの。本当に実践したんだ。そうしたら倒れて保健室に運ばれたの。じゃあその時にピアノを弾いた夢を見たんだ。うん、余裕がなかったから深く考えることなく保健室のピアノで弾けたって舞い上がっちゃった。少し考えればありえない。 So she was semi-conscious delusional thinking she was playing a piano. もちろん。 Holy crap. I think she has other problems, possibly. 本来？実は白井さんに協力してもらいたいことがあるの。私、ピアノのことなんてわからないよ。うん、知ってる。別にそういうのは期待してないから。じゃあ何をすればいいの？白井さん、昨日言ったよね。聞いた人がどう感じるかが大事って。そうだね。だから私の演奏を聞いて、どう感じたか、その都度教えてほしいの。Note to note seems a bit over the top. 白井さんにアドバイスもらえるなら、私、自信を持って演奏を修正していけるから。あの、でも…うん、じゃあ決まりね。早速今から演奏するから聞きに来て。いや、ちょっと、私の都合は…善は急げって言うじゃない。発表会までの時間は限られてるんだから。さあ、It's showtime! I thought it was practice time. Showtime's later.